港青本新書院は香港のンタ尾島にある中学校で香港教育局による直接助成金制度の対象校である。香港のキリスト教青年会が支援する最初の中学校でもある。学費の低廉なインターナショナルスクールとして知られる。国際的な学習環境と国際的なカリキュラムを提供する香港中学分頼む受験資格の学校である。 国際的な雰囲気の中で、学校の生徒の73%は40、過国以上からの留学生で、教員の4割以上が海外出身である。学校は2003年9月に設立された。これは、1901年設立以来、香港の YMCA が講演した、最初の直接補助金によるキリスト教系、中学校だった。2009年には、 新しい人工芝ピッチ、ランニングトラック、芝生フィールドが造成された。2009から2011年度には元学校長であったニック・ミラー博士が校長を務めた。ミラー博士の運営期間中、2010年にインターナショナルカリキュラムが学校に導入された。2011年に大規模なスクールコンサートが開催された。香港教育証明書試験と香港。 上級レベル試験で構成されていたカリキュラムは2012年に香港中学分頼むに置き換えられた。その年の卒業式では学校の多様な文化、背景、言語、カリキュラムが政治家から高く評価された。同年12月に初のインターナショナルファンフェアが開催された。エイドリアン・プライス博士が2012から2013年度の初めから新しい校長に就任した。 しかし、2013年5月、彼は突然主的な理由で辞任した。2013から2014年度から、チェンデオンが校長に就任した。2013年5月、教育長官が学校を訪問し、特徴である国際的な雰囲気と教育スタイルを視察した。2013年6月、卒業式において、新しい音楽ブロックが贈呈された。2018年、 学校のステムクラブはロボット工学について一般向け及び教育長官にデモを行った。2019から2020年度には学校が英語の教学である私立小学校深みにある生徒1名が初めて入学した九留は香港 YMCA による学校ネットワークにも講演されており新入生はすでに 中国語の現地カリキュラムと数学教育、国際カリキュラムの十分な教育を受けている。英語及びその他の科目、ステム科目、及び学校での実践、イギリスの教育に対応することで学ぶ。2019年9月1日の抗議行動の後、東有益の危険な状況と交通渋滞の可能性に起因するかなりの不確実性のため、学校は学期の開始を翌日まで延期した。 2020年、新型コロナウイルス感染症の流行により授業は一時停止され、学生は自宅学習に限定された。オンライン学習は学校の全期間を通じて全ての科目で行われた。一時停止期間中、新型コロナウイルス感染症の詳細を説明するビデオが学校の科学科によって作成された。流行は 学生の両親の生計を妨げているが、学校は来年度の授業料を減免するとした。学校は、修学旅行の目的で、旅行代理店に七十万香港ドルを超える預金を支払うか、もしくは支払い予定としていたが、すべて今年は中止される。しかし、香港政長が海外のすべての国に渡航禁止を決定した際、旅行代理店と航空会社は学校に連絡して、 保障の取り決めについて話し合うことを主導した。維持 CSC と GCE の試験は中止されたが、学校は学生のほとんどがその時点までに条件付きのオファーをすでに取得しているため、その後の教育への影響についてあまり心配していないと述べた。正門カントリーパークから見た学校の様子学校裏側のサッカー場学校は乱闘等内。 東優のニュータウンである北大所山新市鎮に位置する。学校の面積は約1万5000平方メートル。教室棟は8階建てで2階から6階までの各階に6つの教室がある。教養施設として、袖クソが運営するカフェテリアが1階、進路指導室と読書コーナーが2階、集会所が3階、図書室が8階にある。 特別教室として、2階にダンスルーム、3階に中国、5教室、4階に家庭科室、5階から7階に4つの研究室、6階にト,トリニティという名称のブラックボックスシアターがある。7階には、ステムメーカー室、8階に美術室、屋上にフィットネスルームがある。音楽ブロックと呼ばれる独立した2階建てのビルがあり、 公費は2600万香港ドルである。この建物は2つのスタジオで構成されている。校舎以外にも、学校には、スポーツ施設が数多くある。例えば、4レーンの100メートルの陸上トラック、総幅跳び用サンドピット、バスケットボールコート、空調付きで、全天候型の運動場や通常は、サッカー場として使用される芝生と芝生の多目的広場がある。 外側の青い円は完全性、生命全体の統一および神の創造した秩序を表している。内側の円は友情と愛を表す。構図を記した本は信仰と力を表す聖書である。赤い三角形は三位一体と YMCA 運動を表す。青いギリシア文字とローはキリストという言葉を表している。学部には 中国語と中国の歴史、英語、数学、科学、人文科学、経営、教養学、現代外国語、体育及び資格芸術が含まれる。第二言語を除いて、学校の全科目は英語で教えられる。中国語はすべての学生を対象としており、クラスは学生の言語の背景に応じて複数の難易度に分かれる。 通常カリキュラムの第二言語には他にスペイン語とフランス語がある。学校では学校外のコンテストを開催するだけでなく年間を通じて教室の外で様々な学習活動を提供している。広い範囲で選択可能な意義ある学習プロファイルの中から学校は学生に対して柔軟に宿題を課している。活動の例としては物理学のコーナー、 科学のコーナー、サイエンスウィーク、ゲスト講師による年次のサイエンストークなど、教室外のキャンパスでの科学部門による体験学習活動などがある。革新的な学習活動は、理論とともに最新技術を学ぶために学生に与えられている。研究のステム分野では、学校は学生の学習のために学校で最新技術の多くの機器を購入している。 生物工学のワークショップは科学を学ぶ学生のために学校によって提供される。これは香港の中学校ではあまり見られない。他のステム関連の装置は天文学を学ぶための天体望遠鏡、メーカーズムーブメントと 3D 印刷を学ぶための6台の 3D プリンターおよび複数ブランド形式のプログラミングロボットがある。学校は 香港と英国の両方のカリキュラムを提供している。香港のカリキュラムは香港中東教育ディプロまで構成されている。英国のナショナルカリキュラムは中東教育の国際一般証明書と GCE、A、AS レベルで構成されている。半数以下の生徒が GCE コースを受講し、残りの生徒は図コースを受講する。試験は年に2回行われる。 学生は優れた維持し s c、SC、結果を記録している。合格率は100%で43%の学生が A から A を達成し80%の学生が C 以上を達成した。卒業生の40%から50%は毎年大学に進学してさらに研究を進めており、そのほとんどが香港大学、香港中文大学、 香港科技大学、ロンドン大学、ニューカッスル大学、グラスゴー大学、カーディフ大学、トロント大学及びブリティッシュコロンビア大学などで科学、または工学を研究している。加えて、看護などの科学に関連する分野でも、卒業生は英語教師、フィットネスコーチ、サッカーコーチ、またはホテルで働いている。学校には、 インターナショナルスクールの7年生から12年生までの1から6学年がある。すべての学年に6つのクラスがあり、Y、M、C、A、H、および K という名前が付けられている。例えば、1A や 2M などがある。1から4年のクラスは約24から29人だが、5から6年のクラスは17から26人である。1年生の生徒の学費は2年間変わらない。 年年生及び5年生びに達した時それぞれれぞ上乗せされる学校では地元の学生と中国語を話さない学生を区別する目的での語学別クラスを採用せず全ての学生を混合している学生のレベルに応じて中国語、英語、数学の小さなクラスにのみ分けられる1年生と2年生は学校ベースのカリキュラムである学生は 3年生からは、白ズと維持し SC の統合カリキュラムから独自の選択科目を学習可能になる。香港のカリキュラムに進んだ学生は、4年生から6年生までの白ズカリキュラムを利用できる。国際カリキュラムへの進学を許可された学生は、4年生では公開試験のために維持し SC を続け、5年生では GCEAS レベル、6年生では GCEA レベルを継続する。学生は学校間のコンテストへの参加を推奨されている。学生は、例えば国際生物学オリンピックなど様々な学問分野で毎年表彰され、中国語と英語の両方でディベートやクリエイティブライティングでも優れた成績を収めている。それらの中には優勝もある。STEM 分野では STEM クラブメンバーが EIE ロボティック、チャレンジジュニア2018、フライングロボットで入賞し、ファーストクラスアワーズおよびフライングロボットアワードと、AI セルフの最初の準優勝者を獲得した。香港理工大学の電子情報工学科が主催する EIE ロボティックス、チャレンジジュニア2019で、自動車運転のベストデザイン賞を受賞した。2019年10月、ステムクラブの生徒は、 電磁気学の原理を使用して YMCA の曲を演奏できる楽器を作った。追加機能として YMCA の手のジェスチャーを実行できるレゴロボットを加えた。香港中文大学と香港技術教育機構によるこのコンテストの音楽部門で準優勝となった毎年6月下旬に生徒は2010年から学校の充実習慣に海外に行くことができます。学生は サービスアウトリーチスキーム、またはワークプレイスメントに参加できます。海外への配置は世界中のすべての都市の学校と YMCA センター間の接続によって促進されます。目的地には中国、台湾、カンボジア、フィリピン、タイ、ベトナム、マレーシアが含まれます。夏休みには学術旅行もあります。 毎年物理学を学ぶことが望ましい生徒は、香港直接女性制度学校評議会が主催するフューチャーパイロットトレーニングプログラムに参加するように選択できます。研修会場はオーストラリアのシドニー、バンクスタウン空港とニューサウスウェールズ大学のキャンパスです。学生は航空理論、航空業界での安全性の問題とキャリア、ナビゲーションと地図の読み取り、 フライトシミュレータセッション、6から7時間の飛行体験、テモラ航空博物館へのクロスカントリーフライト、ボーイング737の紹介を学ぶことができます。また、ステムクラブメンバーは、天文学プログラム、台湾天文学旅行に参加するように選択できます。この旅行では、彼らは、豪寒山で、天体観測に行き、鹿林天文台を訪れ、 天文学者と話し、国立自然科学博物館を訪れる機会がありました。これ以外に、彼らはまた、清志堺農場、実月丹、高見湿地、東海大学を訪問することができました。これは、学生が天文学をよりよく理解するのに役立ちました。7月下旬から8月上旬にかけて、ロンドンで開催される。 ロンドン国際青少年科学フォーラムに参加するために科学を学ぶ上位の学生を選出することができます。文化交流プログラムも毎年開催されています。目的地にはフッツさん、スペイン、フランスなどがあります。学校には94人の教員がいた。教師と生徒の比率は1時10分であり、学校はこれにより試験結果が着実に向上していると主張しました。 教員の40%以上が英国、米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、アイルランド、日本、インドなど海外からのスタッフです。学校の教師はローカル及び国際的なカリキュラムの両方が可能です。チームは ICT 企業と協力して教育と学習を促進するベレーを発明しました。またフルタイムの登録看護師、 キャリア及び高等教育カウンセラー、二人のフルタイムソーシャルワーカー、フルタイムの教育心理学者、フルタイムの司書などもいます。学校のビジョンは教育がキリスト教の信念と価値観に基づいている学習コミュニティであると述べています。学校は YMCA の原則基づいて開発されます。これには好奇心、志、回復力、 企業とサービスの側面が含まれます。学校の5つの中心的な価値観には気遣い、愛を込めて奉仕し、自分自身や他者を尊重し、責任を持ち、誠実に行動するコミュニティの構築が含まれます。学生は講習の問題にもっと気づくように教えられています。学校の 約900人の学生のうち73%は40を超える国や地域からの留学生です。米国を含むアルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、バングラデシュ、ブラジル、ベルギー、イギリス、カナダ、中国、クロアチア、デンマーク、ドミニカ共和国、赤道ギニア、フランス、グアテマラ、ドイツ、ガーナ、香港、ハンガリー、インド、インドネシア、 アイルランド、イスラエル、イタリア、日本、ケニア、韓国、マレーシア、メキシコ、ナミビア、ネパール、オランダ、ニュージーランド、パキスタン、フィリピン、ポーランド、ロシア、セルビア、シンガポール、南アフリカ、スリランカ、スウェーデン、スイス、台湾、タイ、トルコ、ウガンダ、ベトナム、シンバブエ。学生は上層階級の家族から来ました。 彼らは主に空港の管理スタッフの子供であるだけでなく大手銀行や領事の上級スタッフの子供でもあります。彼らは香港の永住者ではありません。学校は小さな国連と呼ばれています。実際、生徒たちはインターナショナルスクールの学校間コミュニティに参加しています。生徒会は毎年2つ以上の生徒のキャビネットから選出されます。 早朝チームと学生大使は教師によって厳格な指導者グループとして選ばれます。ハウスシステムは4つのハウスで構成されます。チェンバーズハウスは第1次世界大戦中の YMCA 牧師としての貢献により、オズワルド・チェンバーズを記念して名付けられました。モリソン・ハウスとテイラー・ハウスは、 キリスト教の信仰への貢献と古代中国の人々への一般教育のためにそれぞれ貢献したロバート・モリソンとハドソン・テイラーを記念して名付けられました。ウィリアムズ・ハウスはジョージ・ウィリアムズが1844年6月6日に YMCA の創設者として貢献したことを記念して名付けられました。興味と文化のグループにはボードゲームクラブ、ディベートチーム、 クリエイティブメディアクラブ、クリエイティブライティングクラブ、ダンスチーム、ドラマクラブ、美術写真クラブ、手工芸クラブ、家政学クラブ、色字指導者及び読書クラブ、及びステムクラブ。音楽グループには、アンサンブル、ビートクラブ、合唱団、及びオーケストラが含まれます。サービスグループには、ケータリングチーム、クリスチャンフェローシップ、グリーンクラブアンバサダー、 スカウト、ステージマネジメントクルー、そして学生師匠、繊維運動場学年でスポーツデーが開催されます。スイミング柄は毎年開催されます。スポーツチームやクラブはほとんどの学校間競技でよく機能します。陸上競技、バドミントン、バスケットボール、チアリーディング、クリケット、ドッジボール、ドラゴンボート、フェンシング、サッカー、ハンドボール、 ホッケー、ラグビー、水泳、卓球、テコンドー、テニス、バレーボールチーム。学校では毎年秋に生徒がを他の学習体験に置き換えるために2泊3日のライフアイドラーニングキャンプを開催しています。2012年から毎年12月に学校の生徒と教師がインターナショナルファンフェアを開催し、訪問者は民族料理、バザール、ゲーム、 学校での美術展を楽しむことができます。訪問者は午後と夕方、世界中の様々な国の歌と踊りをフィーチャーしたタレントショーを楽しむこともできます。学校は世界中のすべての都市から YMCA センターに接続しています。世界の様々な YMCA センターが主催する多くの学校や組織が学校に付き添って香港を訪れています。 学校には、ワトとチルドレンズクワイヤーなど、世界中の組織と多くのつながりがあります。これらのつながりは、学生に異なる学習機会を提供します。学校には、37番、38番、39番の東遊駅 B6 高玉沖大橋を含む、次の路線を利用して、講習がアクセスできます。九流の e a または e 学校は、オンデマンドで生徒にスクールバスサービスを提供します。過去のスクールバス路線は、西島、急流包み、天水が濃い。ありがとうございます。